第6節1戦目オリックスバファローズ対バッターボックスには3番内川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ミス。まずは先頭バッターを打ちました。大きな打球になった。スタンドには届きません。おっと送球が逸れた。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。そして打席には内川が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですよね。ファウルボールです。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。そうですね。ファウルです。ストレート打っていった。レフト線破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ホークス追加点4対0。これでリードは4点となりました。いやいい形でね点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。打順は1番に帰ります。バッター T 岡田。今日はまだ振りがありません。ツーアウトランナーありません。まあそうですね。最後きっちりし変化球で空振りを取ります。試合終了。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。